はお店と歴史を紹介するフィレンツェの通りシリーズです。第1回目はカルサイオーリ通りです。ボンジョルノダラトスカーナ、イージーフィレンツェのトモコです。カルサイオーリ通りはですね、宗教の中心地であるドーモ広場と、政治の中心地であるシニョーリア広場を結ぶフィレンツェの歴史地区のメインストリートの一つなんです。ではシニョーリア広場に向かって歩いていきましょう。ここがカルサイオーリの始まりなんですけれども、これシニョーリア広場まで400メートルの道なんですが、かつては10個の名前がついていたんです。10に分かれていた名前とは、通りに多いお店の種類にちなんで、チーズ通り、歯切れ通りとか有力一族の名前の通りとかです。では順番にお店を見ていきましょう。アルマンド・ポッジは1935年からある宝飾店で、ラリックとかリアルドの商品があります。ジュエリーのパンドラも入っています。パンドラさんはこのチャーム、ブレスレットにつけるチャームで有名なんですが、これがイタリアシリーズで、このイタリアでしか買えないというものなんだそうです。これがフィレンツェのシンボル、花の聖母大聖堂ルオモを描いたものになりますね。でそしてフィレンツェの紋章、この2つがフィレンツェで、あとはピサのシャトーであるとか、ベネチアのゴンドラとかピッツァとかパスタとか、イタリアシリーズのものがあります。ここがですね、お隣のお店でインティミッシミといって下着のお店なんです。19世紀の都市開発後、道幅は14メートルと広くなり、1870年から通りすべてをカルサイオーリ通りと呼ぶようになりました。ちなみにカルサイオーリとはタイツ職人のことです。マックス&コー、反対側には靴屋のバータがあります。フィレンツェで時々大きなアーチのあるお店を見ますが、中世ここは吹き放しの廊下で、お店や結婚式などのイベント会場として使用していました。ミゴーネは今日で104年続くフィレンツェ最初のコンフェッティ屋です。コンフェッティとはアーモンドを砂糖でくるんだお菓子です。祝祭の時、特に結婚式で配られるお菓子で、配られる数は決まって奇数、分けることができないからです。フィレンツェ柄の箱がとても素敵です。コンフェッティのほか、バラやスミレの砂糖菓子、キャンディーがとても美しいお店です。でここにビクトリアズシークレットがあります。駅にもあるんですけれどもね。でラッシュがあって、ウィーコンとキコがあります。でこのウィーコンとキコは2つともプチプラのコスメのお店なんです。イタリアのコスメは発色が綺麗と言われますね。そして色の種類も多いです。ベンハートはフィレンツェ発のかっこいい革製品のお店です。お隣のヤメメイは下着靴下のお店です。店名が怪文になっていて、日本在来種の野生の蚕、ヤママユからだそうです。通りの向かいには1865年から続くミラノ初のメガネ屋、サルモイアーギー&ビガノがあります。レイバンなどイタリアブランドのサングラスやメガネが見つかるでしょう。お隣はディズニーストアです。商品は世界中同じだと思いますが、イタリアやフィレンツェの文字が入った服があります。ベンキはピエモンテ発のチョコレートのチェーン店です。フィレンツェではジェラートはもっと美味しいところがありますが、チョコはピエモンテ発ですけど、お土産にいいかもしれません。ここはですね、カルセドーニア、下着であるとか、靴下、タイツが売ってるお店なんです。ここはですね、子供用の可愛らしい靴下も売ってまして、お土産なんかにいいかもしれません。ただですね、ユニクロと違って、ちょっと破れやすいかなという気はしますけれども。でこの正面に同じようにまた下着、靴下などが売っているゴールデンポイント、その横シャネル、シャネル、このシャネルは化粧品専門ですね。でそれから、その横にアクアデレールバ、香水のお店があります。アクアデルエルバは
地中海に浮かぶトスカーナ諸島の一つ、エルバ島で生まれた海をイメージした爽やかな香りの香水、ルームフレグランス、石鹸などのお店です。そしてスワロフスキーもあります。フランス発の雑貨屋ピローヌは、キッチュでカラフルで可愛い雑貨のお店です。フィレンツェをテーマにした商品もあり、ついつい欲しくなります。ここに19世紀にフィレンツェで最初のデパート、バザール・ボナユーティができました。現在はコインというデパートです。マック、ディオールなどのブランドの化粧品、洋服などがあります。トップブランドではないですが、勇気がとても可愛いプーパもあります。ここはファルコネーリ、ガルダ湖の近くのアービオという村発のカシミヤ専門店なんです。で、ファルコネーリという名前は、カシミヤが取れるヤギの品種の名前なんだそうです。で、まあ、ここのお店のコンセプトが空に一番近い繊維、まあ、空に昇るような柔らかくてふわふわした、まあ、カシミヤを売りたいということなんだそうです。でそのこのカシミヤのファルコネイルの隣にあるのがプルラブ、ここもですねカシミヤとあとコットン 100% の T シャツが売っています。でここの特徴はですね、まあ、気軽なお値段プラスあと、20色のカラーが揃っているということです。テゼニスは下着や部屋着パジャマのお店です。中高生御用達という感じでしょうか。この辺りは芸術家の工房が多く画家通りと呼ばれていました。初期ルネサンス彫刻の大家ドナテンロとミケロッツィの共同工房もありました。オルサン・ミケーレ教会は元は穀類市場でしたが14世紀に教会に改築されました。14の職人組合の守護聖人の像が教会の周りを飾っています。宗教の中心地ドゥオモ、政治の中心地シニョーリア広場の間にある経済の教会です。ジャンボローニャ作福音書記者ルカ14体の中で最後に制作されました。疑い深いトマスはレオナルド・ダ・ヴィンチの師匠ヴェロッキオ、手の感じがレオナルドを思わしますね。でここにウフィチー美術館のチケット売り場があります。で洗礼堂天国の扉の作者ロレンツォ・ギベルティによる洗礼者ヨハネ、いずれも見事です。カラフルなネクタイ屋さんがあって6下もあります。そしてカルピーサはカジュアルなカバン、お財布、スーツケースなどのイタリアのお店です。通りの反対側はペルジーナのバーチチョコの創案者ルイザ・スパニョーリの名を持つエレガントな服屋、そのお隣はイタリア製シックな正統派カバンやコチネンレ、そしてシャツ専門店ナラカミーチェがあります。ナラカミーチェは日本とデザインがちょっと違います。フルラもこの通りにあります。この薬局はダンテが通った薬局で、当時はスペツェリア・デル・カンタル・ディアメンテという名でしたが、1892年にモルテーニ薬局となりました。1898年からコルサーニ一家がここに小さなお店コルサーニを構えています。今はフィレンツェの思い出として主に銀細工を売っています。フィレンツェの銀細工職人が作ったフィレンツェのモニュメントや紋章をテーマにした作品はとても素敵です。カルサイオリ通りの反対側のシニョーリア広場にやってきました。フィレンツェバーチャル観光にお付き合いくださりありがとうございました。今日はシニョーリア広場でお別れです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまたフィレンツェでお会いしましょう。アラプロッシマ。